ドジャース0対4パドレス、12日、サンディエゴ、パドレスのダルビッシュ有投手、37、が7回、今季最多の102球を投げて2安打無失点、1四球、7奪三振で3勝目、1敗、を挙げた。日米通算199勝とし、大きな節目に大手をかけた。ドジャースの大谷翔平選手は腰の張りのため、欠場した。 中5日の調整で臨んだマウンド。首の張りから復帰後は2登板連続5回無失点で2連勝と波に乗る右腕が8つの球種を駆使し、ロジャースの強力打線を翻弄した。初回、ビッグ4の一角を担うベッツ、フリーマン、スミスの高打者を14球で料理する。2回は前日の試合で11号満塁弾を放っているティヘルナンデスをカウントツーからナックルカーブで身近に仕留めるなど、 再び14球で3アウトを奪った。3回には下位打線から2三振を奪い、つけいる隙を与えなかった。2巡目となった4回もベッツ、フリーマン、スミスをスイーパーとカットボールで封じる。5回、西まで完全投球。そこから6番、パフェスに支給を与え、続く K、ヘルナンデスにはカウント1月2日から内角ツーシームをうまく右前は運ばれ、初安打を許したが、 8番ロハスを154キロ直球で右肥に打ち取り、ゼロを並べた。この日最大のピンチは6回か、1死から1番ベッツに左中間二塁打を浴びる。しかし、フリーマンを内角カットボールで中飛、続くスミスにはカウント1月2日から153キロの内角高めツーシームでバットに空を切らせた瞬間、マウンド上でド派手ガッツポーズを見せ、雄たけびを上げた。 7回は1市からマンシーを113キロのナックルカーブで空振り三振に仕留めると、本拠地は大きなどよめき。最後はパフェスを3球三振握り、地元ファンから地響きのようなユー、いコールが起こった。試合は、パドレスが初回にタティス、クローネンワースの2者連続本塁打で2点を先制。4回に1点を追加し、5回にはボガーツにもソロ弾が飛び出して4点をリードした。 首の張りから復帰後は3登板17イニング連続無失点の快投を続けているダルビッシュにとっては十分の援護だった。